2020年12月15日火曜日、毎度かなえ、第3次補正予算案に被災者支援システム導入促進事業が盛り込まれました。これは各自治体が共同利用できるクラウド上で住民情報と被災情報を連携し、被災者支援に活用することで罹災証明書を電子申請やコンビニ交付等にも対応できる基盤が出来上がります。7月の IT 戦略に全国で共同できる被災者支援システム構築を盛り込み、なんとか少しでも前倒しして開発着手できるように取り組んでまいりました。引き続きしっかりフォローしてまいります。